よろしくお願いいたします。遺伝系の小笠原と申します。私、今、遺伝系スパコンとかその周りの、まあ、管理をやっております。DDBJ センターでそういう管理をやっております。で、まあ、皆さんご存知だと思いますけれども、 DDBJ の、DDBJ には、まあ、遺伝系スパコンというのがありまして、で、まあ、DDBJ の仕事というのは、国際塩基配列データベースを構築するということで、皆さんが研究で取ってきたデータを全部集めて、データ日米欧でデータベースを構築して皆さんに公開するということです。で、あと2013年からは個人ゲノム情報に関するデータベースもやっています。で、これらのデータベースをその遺伝系スパコンの上で構築しているというのが、まあ、遺伝系スパコンの一つ目の仕事で、もう一つの仕事は、大学共同利用機関として、計算機資源を、まあ、研究者の皆さんに提供するという、そういう、役割をしています。で、こちらの絵が、その国際塩基配列データベースの、データ量の推移を表していて、1987年からやってるんですけれども、皆さんがよく見るそのアノテーションのついた完成品のデータのこの青い線で、最初は1メガにも満たないようなデータ量から始まっていて、それが、まあ、今数テラぐらいですね、全部集めてもっていうサイズになっています。で、2008年から、いわゆる NGS データのアーカイブをその日米欧3局で始めていまして、それがまあ、ものすごいスピードで伸びていて、今、3ペタぐらいですね、のサイズになっていて、このまま伸びていくと、次の5年間で30ペタから300ペタの間のどこかに落ちるんだろうなと思っています。で、同じような、まあ、こうやってデータが非常に増えてきたので、遺伝系スパコンの利用者の数もすごく増えまして、これが、今の遺伝系スパコン2012年に切り替わったんですけれども、ユーザー数は月50人ぐらいのペースで伸びていって、で、今、日本だと250研究機関、海外まで合わせると500研究機関から利用されています。で、このシステムは、まあ、5つに大体分けることができまして、1つはその国際塩基配列データベースを入れるアーカイブの、まあ、大きなディスクがあります。今5ペタぐらいのディスクを持っています。それと、それにくっついている計算用の計算機と、その計算用のストレージがあります。で、同じように個人ゲノムに関してもストレージと計算機、これは今構築中ですけれども、計算機があって、その全体を統括しているデータ、登録の、一連のシステムがあります。で、まあ、私は今ここを作るようなことをやっているわけです。で、ちょっと時間があれなのでですけども、よく、こういう事業はもうデータがどんどん増えてるんだからすぐに破綻するだろうと言われて言ってる人もいるかもしれませんけれども、これが、今の、NGS のアーカイブの、ダブリングタイプ2倍になるのにかかる月数ですね。で、下に行く方が早くて上に行く方が遅いわけですけれども、最初はまあ、ムーアの法則をはるかに超えるスピードでデータが溜まっていったんですけれども、だんだん、まあ、落ち着いてきていまして、今はちょうど、ストレージの、その、容量、単価あたりの容量の増加率である 1.4 倍に、大体こう、バランスしてきているという感じであります。ですから、今の計算機の規模を保つことができれば、そんな短期間に、その、破綻することはないという状態であります。ですけれども、これは、公開データ その、いわゆる DRA のダブリングタイムであって、ダブリングタイムが年率2倍で増えていっているデータも多いですので、まあ、今後どうなるかは、まあ、いつもこう注視しているところであります。で、この辺からちょっと、スパコンのあれは飛ばしますけれども、昔はこういう小さい計算機でよかったのが、今はこういう大きなスーパーコンピューターでやるのが、普通になってきていると。で、それに合わせて、昔のスパコン、遺伝研の、その2012年以前のスパコンに比べて、今のスパコンは、15倍から20倍ぐらい性能が向上しました。でも別にこれは予算が増えたわけじゃありませんで、これが遺伝研の、その DDBJ の中の、業務フローの一部ですけれども、こういうフローを担っているソフトウェア全部書き換えて、で、新しい、スーパーコンピューター、汎用のスーパーコンピューターの上で動くように全部書き換えて、そうすることによってハードウェアのアーキテクチャを、大きく変えることができて、それで、20倍ぐらいの、15倍から20倍ぐらいの性能になる計算機に入れ替えることができたという、そういうことで、まあ、そんな仕事をしています。で、入れ替わった結果、スーパーコンの利用率も、まあ、2012年の4月に
入れ替わりましたけれども、2012年4月に入れ替わりましたけど、10月ぐらいにはまあ大体差し切ってきて、利用率で、リソースの利用率でいくと 70% から 90% っていうところに張り付いている状態です。で、別の見方をしますと、いつもスパコン上ではまあ2000個ぐらいのジョブが走っていて、で赤の方が実行中のジョブ数で、青が待ってるジョブの数なんですけれども、こういう、まあ、この絵自体はホームページからリアルタイム出ていますので、見ていればいいと思うんですけれども、大体2000ぐらいのジョブがいつも走っていて、まあ、4000ぐらいのジョブがいつも待っているような、そんな感じで、まあ、非常に混んでいるというのが今の大きな問題であります。で、計算ノードですけども、あとは遺伝系のスパコンの、まあ、紹介ですけれども、いわゆる分散メモリ型のこういうちっちゃいノードがざっと並んだ、システムの他に、2テラのメモリを持った計算機が10ノードと、10テラのメモリを持った計算ノードが1ノードありまして、デノバーアセンブリーとかそういうのをやりたい人は、まあ、こういうところを皆さん使ってられて非常によく混んでいる状態です。で、まあ、もしご興味がございましたら、ログインアカウントを、まあ、取っていただいて、利用していただければと思います。で、発行基準としては、大学の教員か、あるいはその共同研究者、あるいはその学生さんとか、その方であれば、利用することができます。で、これの一つの縛りは外為法でありまして、この計算機を悪用して、例えば武器を作ったりとか、そういうことをしないようにっていう、そういう縛りがありますので、ちょっとログインアカウントを取るのはかなり うるさめになっています。で、そのアカウントの発行基準を緩和するために、その、パイプライン用のアカウントっていうのがありまして、一つはそのバクテリア用の、今日のお話でありますバクテリア用の、ゲノムアノテーションパイプラインのアカウントと、あとは、この後お話ししていただけるのかと思いますけれども、DBBJ パイプラインのアカウントという別のアカウントがあります。これはもっと、大学の先生の許可がなくても誰でも取れるようなアカウントになっています。で、その他、あとアカウント取っていただきますと、このソフトウェアインストールしてくださいっていう申請とか、そういうのが、ありまして、言ってくれたら SE さんがインストールしてくれます。で、他に、ホームページに出てない裏メニューといたしましては、Web API を介して、スパコンを自動的にこうコントロールするような、そういうサービスがあります。で、これを使うと自分でホームページ立てて自分でサービス作った時に、その計算が重いと、で重いとこだけスパコンにやらせたいと、そういった、要求が出ると思うんですけど、例えばスパコンの上で1時間ぐらい計算したいと、でそういった、要望があった時には、その Web API 経由でスパコンに叩きに来て、で、結果を持って帰って自分のところのホームページに出すと、そういう作業ができますので、こっそり言っていただければ、大々的には出してないんですけど、言っていただければ、できます。で、これは後で大々的にこの、REST API っていうのを公開して、まあ、どこまで警戒する、公開するかまだ決めてませんけれども、公開して、まあ、そういったことが皆さんできるように、したいと思っています。時間がない。で、ちょっと時間が来てしまいましたけども、今日の主題である MyGap なんですけれども、MyGap は、バクテリアのゲノムアノテーションパイプラインであります。で、これはもともと東工大の黒川先生と、あと遺伝系の菅原先生と因子ロバイオロジーの皆さんが作ったものでありまして、前のスパコン、2012年以前のスパコンの時からあったんですけれども、その時には計算機が小さくて、まあ、大規模な解析ができなかったと。で、スパコンの入れ替えに伴って、その遺伝系 DDBJ がサポートして、まあ、今のスパコンに移植したという、そういう経緯のものであります。ですから内容については黒川先生に聞いていただきたいんですけれども、で今現在は黒川先生がさらにその機能アップのために開発を継続しているのと、私も一緒に入って、私とあと高校の、太田さんと一緒に入っている、情報研相田先生のインタークラウド研究の応用の一つとして、この MyGap の系をギャラクシーと Docker の系に、移植して、でさらに大きな計算、今後で説明するそのインタークラウド基盤の上で実行するという、そういうことをやっています。で、MyGap って何かっていいますと、こんなページでして、こういうウェブのページがありまして、ここから基本的にクエリを投げると、
バクテリアのゲノムの配列を投げるとアノテーションしてくれるというものなんですけれども、3種類ありまして、初心者レベルの BMyGap っていうのと、まあ、これは配列投げると配列投げてボタンを押すととにかく答えが返ってくるってやつで、2番目のやつは、パラメータちょっといじって いじることができるやつ。3番目はパイプライン自体を全体的に設計することができるものです。でこんなウェブページから、配列を投入しますとこういう一連の、解析フローが流れまして結果が得られるということ。これが、まあ BMyGap で、SMyGap というのはデータベースの種類がたくさんなっていてこれを切り替えて、解析できるようになっているものであります。で、GMyGap というのは、こういう画面を使ってその自分でパイプラインの、流れをこう組み立てることができる、そういう、サービスになっていて、まあ、最終的なアウトプットは DDBJ に最終的にデータを登録する形になって出てくるんですけど、まあ最終的に一回自分で目で見て編集した結果を登録してくださいというのが、まあ、設計思想だそうです。で、利用できる解析ソフトウェアはこういうのがあって、参照しているデータベースはこういうものがあって、でそういうふうに差し替えて、使うことができます。で、最後の、短い時間ですけどインタークラウドの説明をしますと、スパコンが混んでいるので、リソースを拡大したいというのが遺伝研側の思惑ですけれども、その、国立情報学研究所の相田先生が中心になって北海道大学東工大遺伝研九州大学のスーパーコンピューター計算資源を、サイネット5ネットワークでつないで、大きな一塊 その計算資源にすると。で その中にパブリッククラウドとか、NII、情報系の持っているクラウドも含まれていまして、そういう一塊の、リソースにしたい。で私が、そのうち のアプリケーションの一つとして生物学のものをやってるんですけれども、時間が来たから飛ばしますけれども簡単に言うと、こういうユーザーはこういう口からログインして、一覧からサービスを何か MyGap とかあるいは Hadoop とか選んであげるとサーバーがこう取られて、で、まあ、例えば Galaxy を選ぶとこういう画面が外からこういう画面に外からアクセスできて、でその中に、さっきの MyGap とか、いろいろ入っていますので、そこのパイプラインを実行すればよいと。で、処理が重いものに関しては自動的にスパコンにこう処理を投げに行くという、そういう動きをするという系を作っています。で最後、これが最後のスライドですけれども、パイプラインに関してはそのスパコン上であるようなそのインメモリーのその研究っていうのもやられていて、まあ、リアルタイムで解析してベッドサイドの、状況判断に使うみたいな、そういう研究も進んでいるそうですので、その、まあ、パイプラインの高速化っていうのが、まあ今行われているようであります。以上です。